はい、でも今日ペイちゃんです。さあ、こういうことやっていきましょうということで、今回ですけども、前回の動画でですね、後ろにあります、挙式紫の電動セダンをなんとか獲得したわけなんですけども、今回はちょっとこの M4 もね、ちょっと使ってみたくないですか。でもこれもね、なかなかきついんですよ。この最終形態にするには、まず M4 を取って、その後に通常の電動水晶をですね、一つ使わないといけないということで、結構ハードルが高いんですけども、どうしてもやっぱ使ってみたい。で、まあ、さすがにね、またガチャでこれを当てるっていうのは、ちょっときついので、ちょっと今回はね、体験していこうかなと思います。ですね、しめくんっていう方が、体験できるね、ビルドを作ってくれたので、今からちょっとコードを入力してね、遊んでいこうかなと思います。右上のね、虫眼鏡のところに、マップコードを入力していきます。コードがですね、1399992681ですね。まあ、一応概要欄の方にもコピーできるようにね、貼っときます。ということで、こちらの、呪術2の M4 体験ステージ、こちらをプレイしていこうかなと思います。しめくんはですね、X の方でも結構有益な情報をね、載せてくれてるので、皆さんフォローお願いいたします。これで、おー、来た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 ー、はい。これが、呪術のですね、M4 ですね。最初のやつだね。まだ覚醒させてないやつ。背中にショートこんな感じなんだね。ちょっと、スコープとかも見ていきたいな。ドットがこんな感じ。で、4スコ、あ、これは普通ね。4スコにするとこういう感じか。なるほど。じゃあちょっと、エフェクトとか見ていこっか。これでね。おー。はいはいはい。すごいね。音もやばいね。これで、どうやって覚醒させるんだ？リュックから、あー、はいはい、そこね。青って書いてあるとこ押したら、赤に変化しました。おお、赤も、スコープは変わんないんだね。かっけえ、赤もかっこいい。おお、すごいな。めちゃめちゃ豪華なんだけど。で、これで、紫。挙式紫にしたいときは、また赤を押すと。おお、はい。これが、M4 の最終ですね。やば。スコープの色は変わんないんだね。これは一緒なんだ。統一されてるんだね。背中に背負ってもめちゃくちゃかっこいいわ。ちょっと展示とか使ってみる。展示。おお。おお。やばい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 。おお。やばい。待って、これさ、照準のさ、あれが出てるってことは、これ、お、動かせる。すごい。あちょ、あ、やばい。すげえな。めちゃくちゃすごくない？え、ちょっと待って、あれは？あれ、もう一つあったよね。はい、はい。おおおお。えぐい。えぐいね。過去一展示やばいわ。なんか撃破がこんな感じ。かっこいいね。紫って出てる。うぅ。豪華すぎるだろ。まあ、さすがにそうか。さすがにそうか。ちょっと指切りとかわかんないんでね。まあ、ちょっと許してください。普段 M4 を使わないもんで。バックブレどうなのこれ。バックブレしてないような気がするんですけど。結構さ、みんなバックブレがどうとか気にするじゃん。してないような気はするよね。うわ、これがめちゃくちゃかっこいい。やだ。絶対使わない機能なんだけど、これはみんなにやりたい。うわ、やばいっすね。これができるってことはさ、俺のあの電動セダンもみんな乗れ、試し乗りできるようにできんのかな。ちょっと作ってみます。俺もマップ。お待たせいたしました。ちょっと手こずりましたが、完成しました。一応まあ比較用にね、信長と九電動も置いてます。で、まあなんかパンクとかね、検証したい人は、まあここにね、16とドットサイド様を置いてるんで、まあここで検証できますと。で、覚醒バージョン置いてるので、もちろんね、全色体験できます。まあ青もそうだし、赤もそうだし、
で切り替えてまたね、最終形態に戻すこともできます。なんかあれだね切り替える音カラスの鳴き声に聞こえない、カーみたいな、気のせい、そんなことないか。ちょっとねコースが本当はね AI マップでね生成したかったんですけど、なんか知らないけどね何分待ってもマップが生成されなかったんで、ちょっと申し訳ないんですけどね、若干狭いんですけどこちらのマップになってしまいましたが、まあある程度ね体験はできるかなと思いましたので、まあこんな感じかな。ちょっとまあついでにちょっとパンク見てみよっか。どうなんだろうね、これ前からとかさ後ろから消えちゃった、抜きにくいとは思うんですけど、まあ横からは当然パンクすると思うんだけど、まあまず前からね、前からこの辺、ここは当たり判定ない、パンクしなくね正面からパンクしなくないっすか、してないよね。耐久はこれぐらい、後ろこことかする、さすがに。あ、待て待て、消えちゃった復活。ここパンクしないの、ここは。じゃあ、こここんなミリ真後ろのパンクポイントこんなミリなの、ここしかパンクしないんだけど、ミリすぎないか、ね、一回出してみましょうか。全然パンクしないんじゃない。まあ前輪はまあ他の車同様、横からはさすがにね、ちょっとタイヤがさ、こうなんかパンク判定でかかったりとか、なんかそういうのあったじゃん。ないわ。ほら。この辺とか全然打ってもパンクしないから、結構正確にできてるね。横はさ、なんかこれ、なんなのこれ。あ、これパンク守ってる。このなんか、ガチャガチャ動いてるやつがパンク守ってるよ。え？これパンクさせられにくいんじゃない？ちょっとマジで最強来たかもしれない。このセダン。なんか特殊スキルが、まあ、若干ね、なんか乗り出し打ちが安定するみたいなね、ちょっとよくわかんない特殊スキルではあるんですけど、まあ、普通に性能自体はいいし、切り替えも3段階あって、まあまあまあかなりの高級車なんでねEX 推奨進化に1個使うからすごいセダンかもしれない。ちょっと今からねマップを公開していこうかなと思います。お待たせいたしました。このサムネイルのセンスのなさてか、なんか色変だよな。まあいっか。ですね、番号が 1399992732 ですね。先ほどね、しめくんの、M4 のね、同じように、右上にある、虫眼鏡マークからこちらのコードを入力していただくと、気になる方はね、試乗できますので、ぜひ、どうしようか悩んでいる方とか、ちょっと乗ってみたいなという方なんかは、よかったらこちらのマップで、ぜひ乗ってみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ちょっとね、明日起きれる気がしなかったので、今ね、朝方の4時にこの動画を作成しております。おそらく僕が目を覚ますのはお昼過ぎだと思いますが、よかったらマップ作ったんでね、ぜひ皆さん乗ってみてください。